同一人選教師が伝道のため渡りました。電気も新聞もないラジオもこの未開の島で、宣教師は大変な苦労の末に聖書を現地の言葉に翻訳しました。島の人たちにとってそれから100年間聖書のみが唯一の読み物となったのです。そして立派な教会を建設し、宣教師に教わった通り毎週日曜日週の日には礼拝をし、日々聖書の御言葉に親しむ、そういう生活を続けています。100年後再びこの島を訪れたヨーロッパの人たちは、そこに僕たちクリスチャンという神の国が完成しているようになりました。貧困も差別も争いもない、他人を騙したり陥れたりなんて誰も考えつかないので、犯罪さえもないようなそんな世界でした。神の御国なんていうと信仰を持ってない方はちょっと驚愕されるかもしれませんけど、これはまさに人間にとっての一の社会です。ミクロネシアの小さな島に実現した神の御国は、人に話せばそれは例えばお花畑などと揶揄されてしまうものであったり、ここに集う方々の中にもおそらくはそう感じられた方もいらっしゃると思います。でも僕はこのお話を聞いて感じたのは、この島に実現した神の御国は確かに絶海のことであることや、聖書以外の情報源がなかったことなど、特殊な条件が重なってのことです。逆に考えれば、条件をクリアしさえすれば神の御国が実現可能だということをこの話は示しています。今僕ら最低賃金裁判原告団が実現しようとしているのは、神の御国とかネット社会などで、もちろん最終的には理想社会を実現させるための過程とも言えるわけではありますけれど、僕らはここに集い実現させようとしているのは、最低賃金全国一律時給1000円以上ということです。これさえも正直な話、原告団の中には本当に大丈夫か、実現可能かなど不安な気持ちでいる方も多くいるはずです。それは僕も同じです。でも僕はここで言いたいです。人はそれが実現可能だというその可能性を示されれば、必ずその可能性に向かって動き出します。動き出す人が多くなれば、それは必ず実現に向かいます。実現可能だというその可能性を示すためにやるべきことは何か、勝つことです。この最低賃金裁判、ここに集うみんなの力で勝つことです。勝てばそれまでこの裁判をお花畑だ、まさか1000以上無理でしょうと言っていた人たちに夢を見せることができ、実現の可能性を示すことにつながります。これまで以上に多くの人が動き出すことになるはずです。皆さん勝ちましょう。ぜひこの横浜から実現の可能性を示しましょう。全国に向かって勝ったぞと、最低賃金時給1000以上はお花畑なんかじゃないんだということをみんなの力で知らしめてやろうじゃありませんか。皆さん頑張りましょう。